はいどうも、動画の移動ありがとうございます。ドラゴンボール教習サイヤ人鈴木やってまいります。まあ前回ね、ドラゴンレーダーを手に入れたというところからそのままプレイを続けております。私テッシーと申しますが、こんな感じでやっていきますのでよろしくお願いいたします。でですね、次行くのは上かな。あの前回最後に目的地はこの反対側、東右側にあると言ったんですけれども、まあひとまず上行ってみましょう。でピッコロとはね離れたくないんで、お互い愛してるんで、ああピッコロでしたかね。こうやって戦闘になっちゃうと一人で戦うのはきついんで、と。お互い助け合いつつ行きましょう。やばいですね、相手のカード ZZ ですって。17、まあ良かったですね、悟空で。この守備力 Z でダメージをなんとか抑えられたと。で今ここドラゴンレーダー、まあ西の都なのかな、多分ブルマがいたってことは、まで来まして、3戦ぐらいした状態で少しずつね強くなってると。あとね多分 4,5 回戦えばまあだいぶ楽になる状態になるのかなとは思います。ドラゴンボール Z ということで、ピッコロ大魔王、まあドラゴンボール、まあ最初から言うとあれですよね、まあ時間あるからね、ちょっとずつでも話しつつ行きましょうか。たっぷり時間はあるんだと、お仕置きだと、たっぷり時間はあるんだと。あ、ちなみになんでこっち行ってるかというと、あ、ちょっと見えましたね、あの上に Z っていうのがありまして、見えないか、まだ Z があるんですね、あるんですねって。これちょっと迷うとこだよね。この4の神が攻撃力のちょっと高い通常カード、どっちがいいのかっていうのがわからないんですけども、はい Z 見えましたね。あそこに行きますと、多分ですけどカードがもらえたはずです。そこを狙っていこうかなと。わあ、来ました来ました、こいつですよ、こいつ、ラディッツの手下。前回ちょっと言いましたけれども、ラディッツの手下のサイヤ人がすでに来ていると。原作に全くないやつですね。これはちょっとやばいので、仮面太陽剣、多分これはね行動を制限するんで、もうダメージ与えて倒しちゃう。カメハメハ、これも迷うとこなんですよね。この Z の通常攻撃、戦闘力上げた時の行動の方が強いか、必殺の方が強いかっていうのもちょっと分かんないんですよね。何回かそこは確かめていかないと。こいつちょっとやばそうなんで、もう倒しちゃいましょう。これは倒せたらいいかなとは思うんですけれども、完全にバキバキの戦闘服、オニオンさんですね。あ、これは行きましたね、さすがに。もう悟空とピッコロのカメハメハとバクルスマコ、おーし、ナイス。さすがにこれを食らったんじゃひとたまりもないですね。ラディッツにはあんまりまだ効かないですけど、さすがに9コンマン、前回の雑魚がもう
3体手下として出てくる時代です。なかなかですよね。なかなかです。ここはきっちり締めていこう。きっちり締めていこう。でまあだからドラゴンボール最初、まあドラゴンボールとドラゴンボール Z ですよね。の違いっていうか、まあドラゴンボール Z のところから始まったって感じですよ。これはもうこれはっていうか原作で言うとね、天下一武道会第23回天下一武道会の悟空とピッコロの戦い、そこまでが戦いが終わるところまでがドラゴンボールでね。悟空ちょっとやばくねえか、ちょっとやばくねえかと、安全第一でいこうかね。あ、ヤジロベエ使えばよかったね。まあいいでしょうと。ねえ、ねえって何の話だった？ああ、そう、ドラゴンボールのピッコロと悟空が天界地武道会戦ったところまでがドラゴンボール。で、今回の話からがドラゴンボール Z。そうですよね。すげえ自信持ってたんだけど。多分そうだったと思うんですよね。で、そこがまあすごいとこ、ストーリーなぞってそこがすごいとこってなんだっていう話なんですけれども、そこなんですよ。やっぱり結局ね、結局そこなんですよ。ちょ待って、もう倒したい、これ倒したい。最強同士がタッグを組んで挑んでいく。まあこれもね、後々悟空とまあベジータ言っちゃうけど、ベジータでね実現されるところでもあるんだけど、そこの興奮があるよね。はい、25ももらえました。あ、でレベルっていうのもあります。普通の戦闘力と違って、あの違う次元で、でレベル上がるとおそらく最大 BP とかも上がるんじゃないでしょうか。最大 B65、 レベルアップに必要な BP122 ですね。レベル2ですね。ピッコロもレベル2。あ、で最大 BE が上がっておりまして、魔漢口殺法がいずれ使えるようになると。ただあと4回ぐらいは上がらないときついのかな。原作ですとあれか、魔漢口殺法で倒したわけですから、魔漢口殺法を覚えるぐらいで行くのが、挑むのがちょうどいいのかなというねところです。このね、いつも RPG で言ってるんですけど、確実に一戦一戦強くなれる。まあ一戦一戦はあれだ、レベル上がると強くなれるのが RPG のいいところ。絶対強くなっていくん でしかもこの強襲サイヤ人は一戦一戦マジで強くなっていくんで、この戦闘力が上がるごとにね、そこがすげえいい、めちゃめちゃいい。最初400前半だったのがちょっとずつね、ちょっとずつ上がって強くなっていく、そこが素晴らしい。エンカウントすごいな、すごいですね。これある程度カード決まってますね。なんかそんな感じがしますね。同じこの魔族のカードもう一個出てましたもんね。キューコンマンもそんな弱くはない。ああ、そっか、惑星のカードだからか。そこそこダメージ与えてきますよね。この
キューコンマンさんの顔の左側今埋まってますけど、スカウターというカードがありまして、わ、これむずむず、うわ出たスカウターのカードを使うと相手の残り HP とかが見れる気がします。ただまだカードがないので、なんでスカウター出たばっかなのにスカウターのカードでスカウターをこっちが使えるんだっていうね、まあ野暮なことはさておきね、まあ、そういうカードもあります。一回見ては見たいですよね。あれ、これでもらえる経験値どんぐらいでしたっけ？17でしたっけ？17ってことは9コンマンが1体で5で4体で12、1人3ってことか。案外ピンチになりますね、これ。やっぱり数も一つの正義ってとこでしょうかね。悟空ばっか使ってんな、これ。ピッコロにちょっと申し訳ない。まあ、いいか。そこはいいか。まあ、この時もピッコロ、尖ってますよね。まだ尖ってる。まあそりゃそうだよな、尖ってるよな、尖らざるを得ないよな、ピッコロもね、まだな、まあ、でドラゴンボールとドラゴンボール Z の間よ、まあ、そこまでもここに来るまでもかなり長かったですからね、ストーリーが。さっき言った悟空と、まあ、ピッコロ大魔王編も長いし、というか衝撃のストーリーの最初でしたもんね。あれはすごかったね。まあそれは辞書で話そうか。まあドラゴンボール、まあファンもすごい根強いですよね、我々世代は。マジで、まあ私もその一人ですけれどもね、やっぱすごいなと。何一つ内容を語ってないという。ピッコロの相手は、まあそういうことね、そのタイプね、うん、だからここで戦闘力がね、もう結構上がってきちゃった証拠なんですよね。一発で倒せちゃうと。まあ相手のあかわしましたね、ほらちょっと差がついてくるとこういうことにもなってくると、そういうことです。最初あれですよ、悟空は山ん中で魚を取ろうとしてましたよね。尻尾をね、水水面の中に入れて、で今日の獲物だっつって魚、奇形魚っていうのかな、でっかいあれを、魚がいてさね、それを避けて蹴り入れて気絶させて食ってるっていう、そっからですもんね、始まったの。まあでも今から思えば、あの時悟空尻尾を水面に入れてて見てなかったですよね。でそれで魚が近づいてきて獲物だっつった時に悟空
感づいてましたよね。確実に来たって思って避けて蹴り入れてましたよね。その時から気っていうのをね扱えてたのかもしれない。ちょっと喋ってて思いました。でこれいくか。でここで多分カードがもらえたはず。お助けカードが当たる神経衰弱だ。手持ちのカードを1枚選んでくれ。あーそっか、もらえるんじゃない、ゲームか。神経衰弱でその数の星の数だけチャレンジできるぞと。だこれこれがいいんですわな。チャレンジ6、上の段のカードを1枚選んで、ブルマ食。あ、上と下がどっかで合うってことか。なるほど、亀仙人。くっそー、だからこれを選んじゃダメですよね。お、来た。亀仙人さっき手に入れましたけど何だったんだろうね。あれ、これチャレンジ減るんだ。神経衰弱は普通成功したら何コンボでできるはずですよね。まあちょっと今はまだちょっと手持ちが少ないんで確実に欲しいものを手に入れていこう。ブルマは多分カビン様の弱いバージョン。ブルマおい、主張が激しい。おお、ナイス。おいおい、まあ確かに大事だけど、まあまあまあ、その後ブルマと出会ってね、魚食った後急にね、うん、だからブルマ大事っていう、そういう意味でね。でカード、多分ブルマはちょっと回復、食って書いてあるでしょ。あ、 HP だけか。 BP は回復しないと。少し回復できると。まあ薬草ですね。ブルマに向かって薬草つったら絶対はもうしばかれるんですけどね。まあ薬草ですと。亀仙人が誰か一人の HP をかなり回復できるのと。あ、まあ、アモールの水ですと。薬草状ですね。なるほどね。まあ、これはこれですげえ重要ですね。まあ、すげえっていうか、RPG の基本回復大事ですね。というところですね。だからこれ、そうか、そういうことか。これ入れるけど、チャンスが3回しかないから、下手すると、決まってんのかな。必殺ちょっとしかももったいねえしっていうね。あー決まってるのか。あーでもこれはただ大事だな。おっと、じっちゃん封じる、動き封じるのかな。これはちょっと欲しい感じはしなくもない。あ、必殺大きいけど今はいらない。今はこの必殺いらないんで。いや、ここ沼るね。ここ沼っちゃうよこれ。あ、じいちゃんじいちゃん、これここ、あさすがに違うか。ウーロンは多分カード全特化。ロイヤルストレートフラッシュで言うと、あ、じゃあポーカーで言うと5枚全部買えるってやつ。おー、ナイス。化けるって書いてありますでしょ。じいちゃん主張、じいちゃんも主張激しいね。来た。わかりやすく。あれ、亀仙人が今度いないですね。あ、じいちゃんいた。じいちゃんはね、おそらく相手が必殺だった場合、その必殺技を打たせないっていうことだと思います。ちょっとこれマジで引き間違えたらアウトなんで、慎重に言ってます。あ、亀仙人いましたね。OK。いや、でもこれでかなり楽に進められるかなと。多分じいちゃんは敵一人の、お、攻撃ターンを止めた。これはでかいっすね。
最後のラディッツ戦ではぜひとも持っておきたい。でまあ進めていくわけなんですけれども、 HP は大丈夫か。まあ大丈夫か。ブルマ、あ、ちょ待って、ブルマ使いましょう。一旦どのぐらい回復するかも見ておきたいので。42、辛いな辛いな。よ、ちょっと待ってね。48、20、20いかない、18ぐらい、5分の1ぐらい割合回復かもしれないブルマは。なのでちょっと待ってください。ここはもうせっかくというか手に入れたけども、やっぱ割合か、多分ちょっとバキバキ使っていきます。戦闘になるとカードもしかしたら1枚しか使えない、あ、そんなことはないか、可能性もなくもなくないので、カリン様がいてヤジロベがいて、まあ亀仙人が3枚あるから、まあ進んで大丈夫でしょう。さあ行きましょう。でこっからは飛んでいくと、まあ、球根マンだったらもう一人でも大丈夫な感じはしますけど、まあね、今回出てきたあのサイヤ人、あれと球根マン3体1人はさすがにきついと思いますので、まだね、まあ、一旦でブルマほぼ持って、ブルマ分持ってかれたでしょ。あ、まだ倒せない。あ、そう、なかなかですね。で今回のようにこのカードを補充するところとか、あと修行をするっていうところもあります。そこの修行のところでもカードを使ってね、星の数とか数字の数を使っていくんですね、いくんですねっていう。ただなんか、ただなんつうかね、あんまり修行より戦った方が戦闘力上がるかなっていう感じはします。戦闘終わるとカードをもらえますので、さっきの亀仙人みたいな感じで、それはでかいかな。結構いいカード、戦闘にはいいカード揃ってますね。3ですね。3はでもしょぼいか。もう心のどこかでもう一回あのサイヤ人出てこいと思ってますね。あ、ちょっとこれ必殺使ってみます。エネルギー波もう見てみますか。9コンマン早いですねこれ。スピード、おお、避けていく。これで多分ね、戦闘力の差が出始めて、一回さっきかわしたと思うんですね。今回もかわして、差が出てくると、こうやってかわすっていうことが出てくると。このかわすのは戦闘力を多分軸にして
できると思うんですけれども、攻撃ができるかどうか、先に攻撃できるかどうかは何なんでしょうかっていうね、何なのかなっていうちょっと思います。今回悟空が先に攻撃しておりますけども、もう倒せるか。ミスターポポは多分技、必殺技の威力を上げる。違う誰か一人の B をか、あ、これはこれ、あ、これ使っちゃいますか。まだいいか、まだいいか。まあいざっていう時でいいですね。ちょっともったいないけど、あそこで回復できますね。回復しますか。これどうでしたっけ、こう2マス離れるとやばいんですよね確か。いいか、どうせ今悟空しか使えないので。おっつ、出てきましたね。いっちゃいますか、カメハメハ。ピッコロはこうで、あのこれ本当に2人で戦ってるから楽、まあ、楽でもないけどそこそこやれてるんですよね。ピッコロを狙われてます。わ、避けてきた避けてきた。そうですよね、戦闘力に差あるともう当たらないのが当たり前ですもんね。あー、そんな感じですか。はあ、はあ、はあ、と。わ、キューコンマン意味わからんすよ、先に攻撃するとか。現実にね、戦闘力だったら、だからね、実際にかわすのと先に攻撃できるかどうかは別というゲームシステムです。いやー、これちょっと実況を始めましたけどかなり長くなりますね。まあシミュレーション RPG である感じですね。まあまあシミュレーション RPG はこんな感じなんで、まあ、末永くお付き合いいただければと思います。なるべくね、なるべく早くなんとかしていきたいとは思っておりますんで、心の底から。とりあえず今回あそこに行きましょうか。30分過ぎちゃう感じではあるけど、正直そろそろこの戦闘力が上がった状態でキューコンマンを一撃で倒してほしいぐらいの感じではあるよね。まあ、ただこれ何回も繰り返すことによって、この星で相手の守備がこのぐらいだったらこのぐらい食らうなというのがやっぱり計算できてくるんで、これはこれで重要な儀式、まあ、そう思っていければと。うわ、だるいっすね、だるいっすね。だからおそらく一撃で、おし、ナイス。これは多分いったと思いますよ、さすがに 2-2 でさっきより上がってるんで。おし、そう、こういうこと、こういうこと。ただ悟空もB があと15で、カメハメハ1回分ですね。まあかなり強くなってるんで、相手の必殺も怖くないと思ったんですけど、15そこそこ食らいました。まあ大丈夫ですけどね、大丈夫ですけど、まあまあまあと。何もねえな、ちょっともう行きますか。多分呼んで倒せる、早い。あー、守備力6、どうだろう。ここがちょっと、あー、キワキワ倒せるようになって、キワキワなラインだったかなと思います。
ただ勝ちは勝ち。これ悟空だけ先にあのポイポイカプセルのハウス行っちゃうっていうのもありですね。まあそのホイポイカプセルでの思い出も悟空とピッコロとの、あ、ピッコロじゃないわ、悟空とブルマとの間ではあるよね。ドラゴンボールね、探しに行くぞと。女って変わってんな、こんなとこにもケツがあるのか。ケツじゃないわよ、バストよバスト。男は尻尾生えてる、みんな尻尾生えてんだぞ。なわけねえだろっていうね。まあそういうね、面白いところもあるのでね、やっぱ面白いなって思いますよね。よし、敵出なかったので、ここはちょっと危ない危ない危ない。回復だけして今回の動画は終了にしましょう、できればと。あー、いけねえ。うわー、これちょっと待って、1、2、3、4、5、6、え、ちょっと待って、6かこれ、16か、1、2、3、4、うわ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 、8でも多分いけねえだろ。なんだこれ、マジかよ。6、これ6いける、1、2、3、4、5、6。よし、ピッコロ回復、これ回復ですよね。あ、大丈夫、蛇姫優しい、悟空にね惚れちゃって、もっとゆっくりしていきなさいよっつって言って、いやー行くん、ちょっと行かなきゃいけないからっつって言ったら、めっちゃキレてるって。これアニメバージョンですよね確か、これは蛇姫。はい、ということで無事宿屋に泊まれて、まあだいたい戦闘力が序盤から140-150ぐらい上がった状態で、うまい感じで持っていけましたのでね。はい、次回もちょっとまあ東に向かっていければと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。